ちは、わちゃぴです。天才たちのかっこいいワンフレーズを紹介する天才のワンフレーズシリーズ、今回はチッココリアのフレーズを紹介します。ではまず今回のフレーズを聞いてみてください。これは名曲スペインでのエレピのアドリブの冒頭部分です。今回解説したいのはこの中の4小節目 F シャープ7でのフレーズです。これをイメド音で書き換えてみます。すると E フラット7の構成音になっているのがわかると思います。E フラット7の構成音は F シャープ7に対してそれぞれこのような音になっています。フラット9と13が入っているのが特徴的です。これはコンビネーションオブディミニッシュスケールのフレーズということになります。このスペインはキーが Bm です。キー Bm の曲ではレはナチュラルにするのが一般的です。レがトニックの Bm に対しての3度であり、この音がマイナーっぽさを出しているからです。そうすると、コードが F シャープ7の時も、レがナチュラルになるようなスケール。例えば、ハーモニックマイナーパーフェクトフィックスビローなどを使うのが一般的です。しかし、ここではあえて、レのシャープが含まれるコンビネーションオブディミニッシュスケールを使っています。キー Bm なのに、一瞬キー B のようなサウンドになるのが面白いところです。ちなみに左手ではこのようなコードを弾いています。見やすくするため1オクターブ上げてみましょう。コンディミの中の3度、13、7スの音を弾いています。この3つの音だけでは9スケールの音が入っていないのでスケールは特定できないんですが、右手のフレーズと合わせてコンディミということがわかります。まとめると、F シャープ7の時に E フラット7の構成音を使うということになります。元のコードの1音半下のコードの構成音を使うと覚えればいいと思います。その考え方だと、C7 の時は A7 の構成音を使うということもすぐわかります。では早速、実際に他の曲に使ってみましょう。まずはキー C の2-5です。G7 の時に E7 のアルペジオを使っています。メジャーキーで使うと違和感なく自然に聞こえます。スペインとは全く違うサウンドですが、このような使い方も面白いと思います。これはキー Am の2-5です。E7 のところで C シャープ7のアルペジオを使っています。Am のマイナーらしさを出す大事な度がどのシャープになっているので少し違和感がありますが、それがまた面白いところでもあります。というわけで今回はチックコリアのスペインでのワンフレーズを紹介しました。マイナー系の曲なのにメジャー感を少し出すというちょっと面白いテクニックです。ぜひいろんな曲のドミナントセブンスコードに使ってみてください。このスペインの中にはまだまだかっこいいフレーズがたくさんあるので、また機会があれば紹介したいと思います。